今日は平磯釣り公園に来てます。久々の、徳尾さんと一緒に釣りということで、はい、最近ね、日中でも、虫餌で、魚釣れるようになってきましたんで、このね青い染めといつものね胴付き仕掛け、サオはこういうライトゲーム用のタックルで、はい、狙ってみようと思います。よし、久しぶりですね。ね、撮影っていうか、いつぶり、釣り自体だいぶぶりっていうのを暴露していいですか。やばいやばいやばい、だいぶ、だいぶしてないんで、すいません、だいぶしてないんでやりましょう。大丈夫かな。パソコン触ってた、パソコン触ってました。あの、すぐ絡んでるからもう絡んでる、もう絡んでる、久しぶりなの、やばい、はい、はい、ここでお知らせです。フィッシングマックスの虫餌容器が、プラの容器からこちらに変わります。今日はですね、この容器作っていただいてる、織金さんの、候補の伊藤さんにちょっと来ていただいてますので、簡単に説明してもらえますか。こちらの容器なんですけども、サトウキビの搾りカスに竹を混ぜて作られた容器です。この容器はプラスチックを使っていなくて 100% 成分解性のある容器です。大丈夫ですか。ちょっと触ってみます、はい、虫です。そうですね、ちょっと頑張ってみます。おー結構飛び跳ねます。いや大丈夫、ね、めちゃくちゃ元気で。バガスっていう容器なんですか。そうですね、バガスっていうサトウキビの搾りカスの容器ですね。神みたいな。そうなんです、紙みたいな容器で、本来こういった原料って捨てられるものだったんですけども、こういった原料を再利用して作ることで廃棄される植物の有効活用にもつながっています。土に還るってことですか。そうですね、完全に土に還ります。もちろん海に還ることもできます。どれぐらいで、こうよく飛んでいくっていうのがね、釣りしてるとあるんですけど、はい、もし今日飛んでいったらどうなるんですか。季節や海に住んでいる微生物の働きにもよって差が出てくるんですけど、だいたい156日で分解されるっていう結果。5ヶ月。そうですね、5ヶ月ぐらいで分解されます。これってそもそも何に使われるものだったんですか。こちらの容器がそもそもは、スーパーだったり飲食店のお弁当容器や惣菜容器として使われています。これを釣り、これでじゃあ釣り餌入れるっていうのはもう世界初。そうですね、世界初の商品です、ね、世界初です。土壌で分解することもできまして、土壌では約76日で分解するという北九州大市立大学の結果も出ております。そしてさらにコンポストっていって、分解する機械を使えば1日で完全分解させることができます。何ですか、混ぜるんですか。そうですね、混ぜて堆肥化した土を作る機械がありまして、コンポスト、はい、一番喜んでるのはあの厳しい方もうどうしてもあの厳しい方がもうこれを使うんやということで、お金に一番厳しい方なんですけどね、社内で。容器はやっぱりこのコストだけでいくとこっちの方が安いんですけど、はい、こっちの方が値段がかかるのに環境に優しい方がいいやろっていうことで、もうすっごい厳しいんですけど、なんとかこれでやっていこうということになりました。やっぱりコストよりも環境の方が大事だったということですね。そうなんですよ、やっぱりね、こんな時代なんで、もう取り組んでいくしかないなっていう。そうですよね、もちろんもう僕らもずっと釣りし続けたいんで、そのためにも海を守るということで、会社一丸となってですね、やってます。はい、毎週行ってる美濃さん的にはここにね、虫餌が登ってこれないような帰りがついてますんで、昔のこのケースとか発泡のケースだとこの隙間からね、餌入れたらこうヒューッと出てきたんですけど、この出っ張りとここのくぼみでぴったり合うんで、もうシャットアウトされてます。あとこのケースだと虫餌つけてから輪ゴム止めたり、なんか面白いなるものを置いたりしてたと思います。ただここがこうロックできるようになってます。めちゃめちゃ便利ですよね。ここに保冷剤置いておけるようなくぼみもあるし、まずもうケースとして優れてるっていうところ、それが大前提、釣り具屋さんのこだわりとして、うんうん、なおかつ海にもし落下しても、うん、何ヶ月で帰るんでしたっけ。さっきの話だと5ヶ月。5ヶ月で、もうお店で餌入れてきて何時間も経ってるんですけども、ここから水が染み出ることも全くありませんので、これはもう元々の虫餌のケースから完全に新しくね、次の世代に変わるものだと言っていいと思います。
これちょっと伊藤さん見てもらいたいんですけど、これ、はい、ゴールデンウィーク2週間前ぐらいに実家帰ってまして、はい、そこでね、綺麗な川があるんですけどね、川の土を掘ってたんで、そこちょっと見てたら、たまたまお菓子のパッケージが落ちてて、はい、でこれね、賞味期限が昭和60年に切れるみたいな賞味期限。あ、そんなに前の商品まだ残ってたんですか。これプラゴミってちょっとこの撮影の前やったんで、ちょっとびっくりしてこれ持って帰ってきたんですけど、すごいですねプラゴミって。そうですね、私も初めて見たんですけど、印刷もくっきり見えて、これ釣り具のもね、こういうプラゴミっていうのを普通に使ってまして、はい、あとこれもやっぱりプラゴミなんで、もうやっぱりこれ全部残ってしまうってことなんで、こういうふうにこう切り替えていって、全体でやっぱりこう業界としても考えていかなあかんなっていうのはちょっと改めて思いました。そうだったんですね、やっぱり切り替えることって本当に大事なんですね。ねえ、やっぱお金かかるんですけど、それもやるしかないですね。そうですね。ベラマンション見つけた。ベラマンション、ベラマンション見つけました。最近はパソコンでヤフー見たりしてます。ウェブショップの注文を、いただいた注文をちょっと見たりしてますね。上げていい？ゆっくりゆっくり、ついてるかな。ついてる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 、ベラやね。はい、ヒライソ名物ベラ釣れました。食べて食べれるんですか？うん、これはね、あの食べられます。あの天ぷらとかにしたらね、美味しいです。刺身では気持ちいいですか？刺身はあのすごい匠の技でおろさんと、ちょっとちっちゃいかも。出た。うわ、なに、あ、いいベラ、ナイス、釣れた釣れた。完全にいい当たりが出た。はい、来た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 よ。はい、伊藤さん、これは何でしょうか？これはフライにすると美味しい魚です。名前は出てこず。はい、カサゴ、ガシラ釣れました。はい、青、お腹青い、ほら釣れた。青、はい、今日ね、虫餌でこんなにいっぱい釣れてます。ベラメインやね。あ、元気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 。これをクリアバケツで出してね、もう一回海に戻すとね、魚に生かせます。はい、釣れましたよ。こんな感じで虫餌で手軽にファミリーフィッシングもできますんで、ぜひどうぞ。こんな短い、こんな竿でもできます。十分楽しめます。おすすめ。お疲れ様でした。お疲れ様です。こんな感じで、はい、虫餌でいろいろ釣れます。ベラ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 、ガシラ、フグも釣れました。これからね、虫餌使ってあのこのヒライソ釣り公園はじめあの釣り楽しめるようになってきますんで、はい、で、虫餌のケースは6月からこれになります。魚じゃない、餌が逃げない、ロックができる、そしてあの海水でね、5ヶ月であの海に帰る素材になります。でもわざと捨てないでね、そういう話ではない。そういう話ではない。そういうことではなくて、万が一海に落ちちゃってもあの自然に優しいということですよね。はい。伊藤さん、今日初めて釣りしてみていかがでしたか？思ったよりも簡単なんだなって思いました。ちょろかった。ちょろかった。ちょろかった。